ロジェ・アルバンは、フランスのチェロ奏者、指揮者、ボーソレイユの生まれ、6歳でチェロをはじめ、ウンベルト・ベネデッティに支持する。1932年に、パリ音楽院に入学し、ポール・バズ・レールに、チェロ、ノエル・ギャロンに、単位法、アンリ・ビュッセルとアルトゥール・オネゲルに作曲、オリビエ・メシアンに、楽曲分析と音楽美学を学んだ。1936年に、 チェロでプルミエプリオへ、モンテカルロで、チェロ奏者として、音楽活動を始めた。その後は、パリオペラ座やパリ音楽院管弦楽団などの、チェロ奏者を務め、1949年から1957年まで、クロード・エルフェとデュオを組んだ。またこの頃から、ロジェ・デゾルミエールに、四季法を教わり、カール・シュー・リヒトや、ハンス・ロスバウトの訓導も受けた。 1960年からランシー、1962年からトゥールーズで合唱指揮者として経験を積んだ後、1966年からストラスブール放送公共楽団の首席指揮者を務めた。1975年に同学団が解散するとフランス国立管弦楽団の首席チェロ奏者となった。 1981年から1987年までストラスブール音楽院で教鞭を取ったストラスブールにて没ありがとうございます。